はい、ルルカです。今回はね、総務省さんがこのタイミングで覆面調査の結果を発表しましたので、そちらに関してお話ししていこうかなと思います。つい最近ね、雇用経済さんがね、アハモフックに関しての、まあ、覆面調査の結果っていうものをね、発表したわけなんですけど、まあ、それに合わせてなのかは、まあちょっとわからないんですけれど、まあ、総務省さんもね、似たようなことをやっていたんだっていう感じで覆面調査の結果出してきましたので、そちらに関してね、まあ面白い結果なので見ていこうかなと思います。はい、まずこちらをご覧ください。こちらね、総務省さんの公式のホームページになっているんだけど、この、ね 競争ルールの検証に関する WG 第15回ワーキンググループで読むのかな。こちらで覆面調査の結果っていうものが発表されました。はい、その結果っていうのが配布資料の資料4っていうので見ることができるんだけど、こちらね、商務省さんの公式ページに行けばね、誰でも見ることができるので、まあ、興味がある方はね、今回はねかなり端折った感じでお話ししようと思いますので、ちゃんとね全部見たい方に関してはこちらの方に行けばね、全部見ることができますので、よかったら見てみてください。電気通信事業法第27条の3の規律に関わる覆面調査の結果についてということで、はい、 概要と結果っていうところになってくるんだけど総務省は非回線契約者に対して端末を販売することとしていながら店頭で非回線契約者に対する端末販売を拒否することにより電気通信事業法第27条の3の規律に選択する行為を行われていないか実態を把握するために覆面調査を実施したということでここだけだとねちょっと分かんない方もいると思うので、まあ、簡単に説明させてもらうと2019年の10月から通信とね端末の販売こちらをね分けろよみたいな法律が実施されました、まあ、どういうことかというと、まあ、以前まではねどっかのまあ ドコモだったり、au だったり、ソフトバンク。こちらを契約することによって、じゃあ、この料金プランに入ってくれるのであれば、この端末、このぐらいまで値段下げますよ。だったりとか、通信料金を何ヶ月間か、かなり割引しますよ、みたいな。そんなことが行われていました。その割引に関しては、要はね、割引受けてる方はいいけど、受けてない人たちに関しては、まあ、それこそね、割引分を出すためにね、高い料金を払わされている。まなので、まあ、それはおかしいよっていうことで、まあ、通信と端末の販売っていうのを分けて、回線契約するからって大幅な割引をしちゃいけませんよ、みたいなことになりました。その後にね、さらに追加で、回線をね、 契約してる方、契約していない方、まあ、どちらにでもね、同じように端末を売りなさいっていうことを総務省さんが指示しました。要は結果的に、回線契約していない人に売らないのであれば、その前に出した内容っていうもの、何の意味もね、なさないことになってしまうので、ちゃんとね、回線を契約してる人でも、非回線者でもね、同じように売りなさいよっていうものを、まあ、総務省さんが指示したわけなんですけれど、まあ、それがね、ちゃんと行われているのか、まあ、そのようをね、覆面調査した結果ってことになってきています。覆面調査の内容ということで、まあ、2020年12月から2021年2月までの間、MNO3 社の販売 売代理店ということで、ま、どこも AE ソフトバンクですね。まあ、残念ながら楽天モバイル入っていません。まあ、それはそうですね。そして、調査項目なんですけど、非改善契約者への端末販売の可否。2、非改善契約者への端末購入サポートプログラムの提供の可否。および、3、改善契約をした場合の利益提供額上限2円の範囲で利益提供が行われているか。というところに関して、覆面調査をしたってことになります。覆面調査の結果。ということで、ま、そこでね、結果が出てくるんですけど、MNO3 社の一部の店舗において、 非回線契約者への端末販売拒否、上記1。要はね、回線契約しないで端末いりませんよっていうのと、端末購入サポートプログラムの提供の拒否。まあこちらに関してもね、同じように提供しなきゃいけないんですけれど、提供しませんよと。 が行われた事案が報告された。さらに、一部の事業者の販売代理店において、改善契約を条件とする2万円の上限を超える疑いのある利益提供が提示された事案、上記さんが報告されたということで、提示された事案ということなので、多分これあれなんだろうね、覆面調査で結果的に契約してないんでしょうね。 契約していれば、まあ、実際に契約したのでね、まあ、行われたっていうことで、決定事項にはなるわけなんですけど、多分、覆面調査ということで、実際には契約しないで、契約のギリギリまで行ったって感じなのかなそれとも、話で、も、ま、う、あ、ちょっと契約したいんだけど、どういう感じになってますかって聞いた感じなのかなっていう感じの結果になってるようです。総務省がね、本気でやるんだったら、それこそね、契約まで行って、どういうものになっていたのかっていうのか、確定事項までね、やっていただきたいなと思うんですけれど、なんだろうね、できないんでしょうかねどうなんだろう普通にね、税務省とかもっとね、踏み込んだことやってると思うので、やろうと思えばね、でき るんんじゃなないかなと思うんですけどねそしてその下今回の件に関しての非回線契約者への端末販売拒否事案上記1および2においてなされた説明の例ということで、まあ、こんなことをね言われて本当は売らなきゃいけないんですけれど売らなかったっていうパターンになってるんだけどこの事業者では非回線契約者に対して端末を販売していない端末の購入には回線契約が必要本当はね別に必要ないんですけれど必要って言い張るみたいな。 そして、この店舗、量販店では、非改善契約者に対して端末を販売していない。端末の購入には改善契約が必要。まあ、こちらに関しても同じような感じですね。本当は契約していなくても、売ってもらえるんだけど、売らないと。システム上、非改善契約者に対して端末を販売することができない。ということで、これかなり悪質ですよね。 もし、そこの業者さんっていうのが、まあ、こういうふうにね、売らなきゃいけないってい状態になっているのに、システム全てが売らないということになっているのであれば、全てのことに対して同じようなことが起きるということになっているので、まあ、かなり悪質じゃないかなと思うんですけれど、まあ、利用者としてはね、そうやって言われちゃうと、買えなくなっちゃう感じですよね。 そして、オンラインでは販売しているが、実店舗では非回線契約者に対して端末を販売していない。まあこれもね、もっともらしい理由ですね。ああ、そうか、オンラインだと売ってるけど、店頭じゃ売れないんだ、みたいなね、思っちゃう方もいるんじゃないかなと思います。この事業者、またはこの店舗の方針やルール上、非回線契約者に端末を販売することができない。ということで、まあこれに関してはね、多分そうなんでしょうね。さこの事業者として、売るんじゃないよ、みたいな。利益全然出ないから売っちゃダメだよっていう風に、多分指示が出ているので、多分言ってる人は間違ってないんでしょうね。上があくまで売るなっていう状態にしている。なんでね、まあ下の 人はさ、それ従うしかないですからね。上が売っちゃいけないよって言われたらそれ言うしかないんでね。まあ、基本的にこれ全部そうですよね。基本的にその事業者の上の方の人たちが売るなっていう指示を出しているから、こういう感じで、覆面調査の方にね、売らないっていうことを出しているのであって、下の人たちがね、自分たちの考えで言ってるわけではないと思いますんでね。まあ、そんな感じになってるんじゃないかなと思います。なので、ま、一番下のところはね、もう究極じゃないかなと思うね。事業者または店舗がね、そういうに指示を出しているってことだと思います。そして、上記に加えて、端末購入サポートプログラム、提供拒否、蒸気2の理由と、 そして、端末購入サポートプログラムは、回線契約者を対象にしたプログラムであるため、非回線契約者は端末を購入できないという説明があったことも報告されたということで、こちらに関しても、契約してなくてもね、受けることができるんだけど、受けれないよっていう。まあ、でもこの辺に関して、端末購入サポートみたいなとか言われてしまうと、まあ、確かにね、みたいな。回線契約しないとね、受けれないよね、とか思うのはまあ、普通に妥当かなと思うんだよね。その辺をね、狙ってきてやってるとは思うんだけどね、相手側も。そして、また店員が、非回線契約者への端末販売について、詳細を確認するために席を外した後、改めて、

もしね、この辺に関してのね、罰則詳しい方がいれば教えていただきたいんですけど、多分ね、そんな罰則はないんでしょうね、ほとんど。あったとしても、多少なりの罰則みたいな。それこそ、警告だったりとか、あっても、多少の罰金とか。まあ、多分それくらいしかないんでしょうね。その警告とか受けたとしても、まあ、目の前の利益ですね。厳しい状態で端末通るよりも、まあ、怒られた方が良かったりとか、まあ、多少の罰金ね、バレた時に払えばいいよみたいな。まあ、そんな考えでやってるんじゃないかなと思います。なので、まあ、この辺をね、出してきて、多分ここから、 警告とかはするとは思うんですけれど、まあ、基本的にね、まあ、罰則がしっかり出てこないと、この辺に関しては繰り返されるんじゃないかなと思います。なので、まあ、総務省に関してもね、こんなに覆面調査やったとどうやみたいな、まあ、うちではしっかりお前らのことを見てますよっていうアピール、まあ、これもね、まあ、確かに抑制にはなると思うんですけど、結果その抑制になったところで、その後の罰則がついてこなかったらね、同じように、あ、バレても大丈夫なんだっていうことになりかねないと思いますので、ぜひね、総務省さんに関しては、この次のね、展開、動いてほしいかなと思います。はい、まあ、そんな感じでね、総務省さんの覆面 調査に関しての結果に関してお話しさせていただきました。これを見てね、初めて端末購入に関して改善契約しなくてもね、購入することができるんだって知った方もいるんじゃないかなと思います。その辺も含めてね、拡散の意味で動画のさせていただきました。少し前にね、動画にしたアハモフックの件に関して、まあ概要欄下に貼っておくんですけど、そちらに関してもまあルルカのところに来た情報としてはあまりテレビなどで報道されていないということです。まあ、それはそうだよね、アハモフック。まあ、要はね、アハモなんだけどドコモが提供しているサービスということでテレビ会社としてはドコモさんかなりでかいスポンサーになってるので。 そのね、ドコモさんの悪行とかに関して、あんまニュースとかに上げれないんだろうね、きっと。ニュースになってないっていうのも聞きましたので、まあ、こんな感じで YouTube 上であればね、まあ、ルルカは今んところスポンサーついていませんので、まあ、わかんないですけどね、まあ、将来的、ドコモだってソフトバンクだったり AU とかがね、スポンサーについたら、話の内容がね、突然変わるかもしれませんが、現状ではそんなの気にする必要がありませんので、まあ、こんな感じで今後もね、まあ、覆面調査の結果だったりとか、他のキャリアさんがね、何やってるかとか、もちろんね、悪いことだけではなくて、キャリアさんたちがね、いいことをしたとき、まあ、お得なプラン出したときにはお得な情報もね、同じ ように上げていこうと思いますのでよろしければチャンネル登録いいねコメントお願いいたします今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました